2023年8月11日にサウジアラビアが日英2カ国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望したよ。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたよな。あれからどのようになったのか、今回は次期戦闘機 F3 の開発計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スマイルアップ。旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているけど、実はそんなことよりも、この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではないんだ。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語るよ。実はイギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入したんだ。最近で言うとイタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだな。この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明しているぜ。柿谷氏曰く原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していたね。すでに日本は東アジアにおいて、韓国の後進国になろうとしているが、その影響がこの非英意味各国共同計画に出てくる可能性があるんじゃないかな。さらに柿谷氏はこの非英意味各国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況でサウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語ったんだ。ところが日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに事項の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいとの考えが示されたぜ。これで万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘したな。杉山氏曰く次期戦闘機 F3 の輸出解禁はまだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん彼らはビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので、何も一致していません。サウジの非英意参加国共同開発に参加に関しても、日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけで、イギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語ったんだ。さらに杉山氏はこの報道の背景に関してこの裏を考えると、今後のサウジはオイルマネーだけでは厳しく、サルマーン皇太子は自国に何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には自国に生産工場を持って外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのもそのビジョンに当てはまっていますと推測したよ。しかし、サウジが F3 開発に加わると、混沌とした状況に陥るとした上で杉山氏はおそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。非英意は現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って生産だけは自分たちで行い、さらにブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えたね。さらに杉山氏は今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジがここまでやる気になっているのは、
先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に岸田首相が日本の技術もありますから一緒にやりましょうとものづくりに誘ったからです。もはや岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからといって断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に種をまいてちゃんと収穫しないから常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話しているな。今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまったってわけだ。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも、杉山氏はイギリスとイタリアにとってサウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは A と組んだ日本を笑って見物しています。米国からすればこの事態は計算済みだと思いますと語ったみたいだね。その結果、日英3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して杉山氏はその可能性はあります。日本は第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えたみたい。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているわけだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に、全てがかかっていると言っても過言ではないぜ。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めないぜ。それに単独だと、完成したとしても1機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろうな。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く月だし、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるけど、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないだろうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは、成功も失敗も必ずあるものだから、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に活かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから良いものができるということが重要だと思うぜ。サウジアラビアは F-35 導入計画の時もアメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるけど、皇太子の記者暗殺主導など人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからだろうね。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンだけど、ここは一度アメリカの度肝を抜いても良いのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つが、かつての防衛力整備計画に基づき、昨年2023年3月に実現を果たした潜水艦隊の22隻体制であることは、注目の一致する見解と見て間違いないだろうね。2024年を迎えた今、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は古い方から順に親潮型8隻、そういう型12隻、太平型2隻でこの22隻体制を構築しており、これに加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有運用しているぜ。さて今回はカナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得を志向中であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
日本の海上自衛隊では現在の22隻の潜水艦隊を最新の状態に維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造の潜水艦を供給しており、これによりその建造能力やインフラの保持も確保されているよ。言うまでもなく日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、これまでのところ全てが通常動力型の攻撃型潜水艦によって構成されており、艦首部に装備する6門の533ミリ魚雷発射艦から運用される兵器を主兵装としているよね。こうした状況下、現在の海上自衛隊で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級である親潮型であっても、それは2000年3月に就役を果たした3番艦渦潮であり、今年で25年目の艦齢に止められているんだ。海上自衛隊の潜水艦はその全てが通常動力型の攻撃型潜水艦であることは前述した通りだが、機関部の構成はほぼ艦級ごとに改められており、艦級と同様に大きく3種類に分けることができる状態だぜ。まずサイコ3の親潮型はディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式であり、潜水艦が世界の歴史上海軍戦力として登場した1世紀以上前から続く古典的な構成だな。続く双流型は1番双流から10番艦の双流までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に加え、スターリング機関をも備える。ディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進を実現しているよ。そして双流型の11番艦欧流、12番艦東流、そして現在最新鋭の太平型では、ディーゼル機関とリチウムイオン製のバッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているぜ。双流型の11番艦欧流以後のこの機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式であり、安全性の面の難点を抱えるとされた、リチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたとして注目を浴びているな。通常動力型の攻撃型潜水艦の世界的なトレンドでも、数年前までは何らかの非待機推進を採用することが、マストであった感が強かったが、双流型の11番艦欧流の就役を、その認識に変化が生じているようにも感じられるぜ。このような海上自衛隊の潜水艦の配備状況の中で、かつて一時期は双流型をオーストラリアのアタック級の後継艦として、初の海外輸出になる可能性が大きく取り沙汰されたこともあったけど、成就はしなかったんだ。この時オーストラリアはフランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改めたものを採用することを決めたんだけど、ご存知のようにそれはイギリスアメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたよ。オーストラリアはこのオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦をまず5隻程度調達し、以後はイギリスと同盟名を冠した新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し取得する方向へと舵を切っているね。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦の市場は日本を含め今後は一気に原子力推進に傾くとの見方も、一部では指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を鑑みれば通常動力型の攻撃型潜水艦の需要は残存しているぜ。具体的には昨年2023年の段階で通常動力型の攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、ヨーロッパではオランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるな。そして北米では G7 にも名を連ねるカナダがそれを志向しており、インドとこのカナダを除けば、そこまで広い海域を戦場とすることは考えにくい、いわば大陸国が主として費用対効果に優れる、通常動力型の攻撃型潜水艦の調達を志向しているように見えるんだ。インドの場合は広いインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型の攻撃型潜水艦を欲していると思われ、その考え方は中国やロシアと似た運用方針であるのではないかと感じられるね。翻ってカナダはその地理的な位置から西に太平洋、東に大西洋、そして北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えているんだけど、共に NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接していることもあり、
比較的に恵まれた安全保障環境下にあるとも言えそうだね。現在のカナダはかつて1980年代にイギリス海軍が自軍内で最後の通常動力型の攻撃型潜水艦として建造したアップホルダー級潜水艦4隻を譲り受けてビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているぜ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦は水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルの規模の通常動力型の攻撃型潜水艦で、やはり兵装は艦首部の6門の533ミリ魚雷発射艦だな。同艦はイギリス海軍においては1990年から1993年にかけて収益を果たしたが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定を下したことで、1993年から1994年にかけて退役、カナダ海軍では2000年から2004年にかけて再収益を行ったらしい。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではわずかに1から3年ほどしか運用されなかったため、貴重な新古品としてカナダ海軍に受け入れられた形だけど、兵装はカナダ海軍では対艦ミサイルや機雷が除かれ、長魚雷のみで運用されているよ。こうした兵装の省略からもカナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務を主としていたことが推察されるが、現時点ではイギリス海軍への収益からは、最大で35年、カナダ海軍でも25年と老朽化が進んでいるんだって。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置し、現状は2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトでは、自国海軍の要求を満たす通常動力型の攻撃型潜水艦の建造可能国をヨーロッパでは、フランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、アジアでは韓国、日本だと明かしているぜ。まず CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトにおいては、求める潜水艦の使用を通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応を挙げているらしい。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻の保有ではあるものの、前述したように、太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーする上では最低でも8隻、最大では12隻を調達する意向があることを示唆しているな。すでに報道によれば CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトは、先に挙げたフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本とコンタクトしており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているよね。先に挙げた潜水艦の使用、通常動力型、長期間の航行能力、北極海での運用、アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応、という4点を見る限りにおいては、日本の対米型は全て要件に合致するとの見方も出ているな。しかしカナダ側が多くの潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、ここで採用する潜水艦の自国内での建造を要件に加える場合、その実績を持つのはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国のみとなるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、
大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に進編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習公開ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習公開は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出港し、そして、ウエストラント22で予定された。プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、
燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。